皆さんこんにちは。先日ね、このプリムスのヒーターパワーね使ってラーメン炊いたんですけどね、お湯がね沸くのがすごく早いで、なんていうかな、すっとねラーメン食べようと思ったらね、こういう器具がいいですね。でね、こう2つ実は私持ってまして、まあ、何のために持ってるかっていうと、まあ、防災用品のね一環で持ってるわけですが、でね、久しぶりにねっていうかね、初めてこの間使ってみました。すごく良かったですね。もっと早く使えば良かったです。でただね、このねポットがね、こっちの小さい方には1リットルのイーターポットっていうのがついてて、こちらのねイーターパワーの方には1.8リットルがついてるんですよ。ただねやっぱねラーメン基準なんですが、うち家族ね4人いるんで1回でね4人分ラーメン炊きたいんですよね。で4人分炊こうと思ったら、こっちのねイーターパワーに標準でついてるね 1.8 リットルでも無理ですね。こっちは1リットルなんで、ラーメン1袋分で、こっちの 1.8 リットルでラーメン2袋分がね限界ですね。それ以上炊くと吹きこぼれをします。ラーメンね1杯ね大体ね 500cc お水いるんですよね。でラーメン入れますんでね、その後、ちょっとねのりしろっていうか余分にね空いてないとこぼれしちゃいますんでね。ということで、このねイーターパワーはね、3.0 リットル3リットルのねイーターポットオプションなんですが使えるんですね。こっちはメーカーのサイトを見た限りでは標準のね 1.0 リットル、1リットルしか使えないです。でこっちはね1リットル、1.8 リットル、3リットル、3つ使えるんですね。で、3リットル欲しいなと思って、いろいろ探したんですけど、もうね、今日本の国内販売やってないですね。アメリカからの輸入になります。で、まあね、3リットル、まあどうしても欲しかったんで、発注したんですが、やっとね、届きました。で、前に置いてるのがそうなんですが、これですね。で、こういうね、袋がついてるんですよ。袋。この中にね、入ってます。ね。開けると、これね、私ねこの袋にね全部入れちゃったんですよ。1リットル 1.8 リットル、3リットル、これねこの袋に全部入ります、ね、こんな感じですから、ぴったりぴったりです。もう測ったようなね設計ですね。で一番小さいのがねこれ、こんな一番ここにはまってるやつです。1リットル 1.8 リットル、そして待ちに待った3リットルですね。形状はね同じです。もうこういうね後ろ下にフィンがついてて、まあ熱効率がいいようなね、ちょっと見えるかな、見えてないのかもしれませんが、同じようなね形状になってます。ね、口蓋にこういうねプラの蓋がついてて、で上に乗っける蓋もねあります。こんな感じですね。3.1.8、大きさの違いをねちょっと見てもらうと
分かりやすいのかな。こんな感じで違います。ずいぶんね、やっぱり3リットル大きいですね。大きいです。これだとね、ラーメン4人分いけるんですよ。4人分ということは2リットルなんで、1人分がね、500ミリ、500cc なんで、4人分で2リットル。まだね、1リットル分ここ、余裕がありますからね。ラーメン入れて、卵入れて、ネギ入れてね、炊いても全然大丈夫ですね。ということで、これぐらいのね、違いがあります。私ね、これね、3リットルね、買ってよかったなと思ってるんですよね。で、まあね、これはね、標準で1リットルはイータースパイダーについてますし、これはイーターパワーにね、標準でついてますから、1.8 ね。これ3リットル、これだけはね、オプションで、しかもアメリカから輸入しないと買えませんということですね。で、袋がね、これに全部入りますよということなんですが、これ実際にね、器具に乗せてみた感じね、どんな感じか、やってみたいと思います。器具に乗せてみた感じなんですが、私ね、このね、1リットルの袋、これね、もう使わなくなったんですよ。なぜかっていうと、このね、イーターパワーの中に入っちゃうんですよ。こういうね、これを抜いたから。お鍋をね、抜くとね、器具が2つとも入っちゃうんですよね。こんな感じで入れてます。これちょっと別ですけどね、これがイータースパイダーで、これがイーターパワーですね。こんな感じです。ね、これこうしてパチッとはめるだけ。こっちはね、広げないとダメですよ。広げて、マグネットでつきます。で、大きい方はこのごとくをね、こうやって出して、ごとくが出ます。これはね、スパイダーがついてるんで、もともとね、ごとくが出てますけども。で、標準の形が、こういう感じですね。スパイダーには1リットルが乗って、イータパワーには 1.8 が乗ると。じゃあこのね、イータスパイダーに 1.8 が乗るのかって言うんですが、乗せるとね、こんな感じになります。こんな感じ、ちょっとはみ出てるの分かりますかね。まあでもね、ギリ乗ってるんですよね。ただこのこういう使い方がいいのかどうかは、メーカーには書いてないですね。推奨されてないです。で、さらにね、この届いた3リットルね、3リットル乗せたらどうなるか、こんな感じ。もうね、ちょっとこんな感じで出っ張ります。乗らないことはないんだけど、ちょっとでかすぎるなっていう印象ですね。やっぱりね、このイータースパイダーはね、小さいやつはこの1リットルがいいんじゃないですかね。メーカーが言われてるのが正しいんじゃないかなと思います。ただね、乗っけてみたらどうなるかね、ちょっとやってみました。じゃあね、今度はイーターパワー大きい方、1リットル乗せますね。こんな感じ。結構ガサガサです。だけどね、こういう使い方していいって書いてますからね、メーカーは大丈夫だと思います。で、 1.8 ね、次一番標準のやつ。すごいね、しっくりきますね。パスッとはまるっていうかね。
で今度3リットル。これね。こんな感じ。でね、引っかかる場所が違うんですよ。ここね、見えるかな。ごとくがね、こうなってこうなってるんですよ。で、1リットルと 1.8 はこのね、ここに、この部分にね、引っかかるんです。わかります。ね。で、3リットルはね、ここにもあるんですよ。こう、ちょっとこう。溝切ってるの分かりますかね。ここ、こう。この上に乗っかるんですよ。だからね、火よりね、若干上に上がるような感じになると思います。一回やってみますね。1リットル。1.8。一番ね、このイータパワーには一番しっくり。で3リットル。これはね、この 上のね、ここに噛みますから、ここに、ここに乗っかりますから、ここじゃないです、ここの上、ね、上、こう、こういう感じです。この上の部分に乗っかるような感じで、こう溝切ってあるんで、これはこれでね、しっかりしっくりきますね。ということで、まあ、我が家はね、どうしてもこれでね、ラーメンを炊きたいんで、3リットル、ね、必要でしたね。で結果的にね、ソロで行く場合ね、一人で行く場合はね、このイータースパイダーがね、いいと思うんですよ。小さいしね、1リットル、ラーメン食べますからね、一袋。で、いいと思うんですが、もう2人以上やろうと思ったらね、こっち、スパイダー、パワー、イータパワーね。2人だったらこれ、この標準のセットね、1.8 リットルのイータポットと、ごとくね。で、もう3人、4人ってなってきたら、この3リットル、イータポットが必要だと思います。これだとね、レトルトのカレーとかね、もうね、一気にね、4人前とか、できちゃいますしね、ご飯もね、砂糖のご飯とか炊こうと思ったら炊けますんでね、温めれますんでね、非常にいいなと思います。で、他にね、私ライテックのね、セラミックフライパンを持ってるんですが、乗っけたらどうなのかなと思ってね、ちょっとやってみたいと思います。これね、ライテックのセラミックパン、フライパン。で、まずはイータースパイダーを乗せたらどうなるか。こういう使い方が推奨されているかどうかは分かりません。ただ、乗っけた感じはこうなります。私もこれで、火をつけたことはありません。で、同じく、イータパワーね。乗っかるんですけど、やっぱね、この五徳の上、ここに来ちゃうんですよ。ここでも無理と言えばいいんですけど、若干不安定ですね。乗っかり方としてはね、このスパイダーの方がね、このフライパンをね、乗っける限りはね、しっくりはきますけど、こっちはね、若干、こう、安定しないですね、大きい方ね。他のね、6つでいくと、ライテックのケトル、0.9 リットル。ああ、乗っかりますよね。一番下のところに。
そっか。これね、大きさの比較だけですからね。実際に私これ使ってないですからね。あとは、うわ、ライテックのポットですね。これもう今売ってないのかもしれないですけども、これ、こっちの大きい方、パワーに乗っけるとかなりグラグラ。小さい方はね、乗っかる感じかな。ただね、こういう使い方がいいのかもわからないですね。あとはね、ライテックのケトル&パン、ね、置けるとこんな感じ。乗るには乗るけど、3本足なんでね、あんまり安定はそんなに良くないかもしれないですね。場所によってはこうなっちゃうね。こうなってる、まあ、乗せ方に工夫がいるのかなと思います。ただね、今実際乗せてみて分かりましたけども、ね、このイータースパイダーもイーターパワーもやっぱね、この専用のねイーターポットを乗せるように設計されてますね。で、他のね、やっぱこういうねフライパンとかケトルとかね、こういうのとかね、こういうのとか乗っけるようには設計されてないと思いますね。ということで、まあ私の結論なんですが、イータースパイダーには1リットルのイーターポットで、このイーターパワーには1リットル、1.8リットル、そして今回ねアメリカから届いた3リットルがね、やっぱいいんじゃないかなと思います。ということで、まあね、これね、ずっとね倉庫に眠ってたんですが、ちょっとねこれからジェンちゃんね便利やったんでね、お湯が沸くのはすごい早いですから、使っていきたいと思います。パッキング、これねイータースパイダーとイーターパワー入ってます。こっちはイーターポットがね1リットル、1.8リットル、3リットルパッキングできてます。この2つでね、すごいコンパクトだと思います。ということで、またお願いします。